特務機関、ナーブ防災アプリは、ゲヒルンが開発、提供する地震、津波、噴火、特別警報の速報や洪水や土砂災害といった防災気象情報を配信するスマートフォン用の無料アプリ。IT エンジニアで法人向けの情報セキュリティサービスを提供するゲヒルンの創業者である石森大輝が創業直前の2010年2月に、 個人で始めたツイッターアカウント特務機関ラーブを端緒とする。石森がもともとアニメ新世紀エヴァンゲリオンのファンでこの中に登場する組織特務機関ラーブのように敵の襲来を知らせる警報を発令するアカウントとして運用を始め自身の技術を活かして自動ツイートを行うようになった。もともとは個人的な趣味の延長で 片手間程度に運用するつもりだったが、東日本大震災で、宮城県石巻市の実家が津波によって全壊した、上、親戚や友人を多く亡くしたことをきっかけに、節電を呼びかける、ヤシマ作戦の拡散を主導するなど、下昼の防災アカウントとして、本格運用を行うこととなった。その後、ツイッターアカウントの自動化に取り組み、2013年9月には、 情報発信速度の向上を目指して災害情報共有システムとの接続を実現した上、気象庁との間に専用回線を接続して気象情報を受信してから1秒以内に発信できるように取り組んだ結果、2018年の大阪府北部地震では日本気象協会の地震速報アカウントや日本放送協会の速報配信よりも早いツイートを実現している。 2019年6月には、ゲヒルンガ気象庁から予報業務許可事業者の許可も受けている。特に宣伝活動はしていないが、情報の信頼性や速報性の高さや口コミの効果で認知度が高まり、フォロワーは増加。2020年12月の時点でのフォロワーは109万人である。スマートフォン向けアプリは気象庁が提供する大雨。 洪水警報の危険度分布に係るプッシュ型通知サービスの協力事業者の一つに下ヒルンが選定されたことを受けて開発され2019年9月1日に iOS 版同年12月18日に Android 版の提供を開始したものでありこれまでツイッターで提供していた情報のプッシュ通知に加え気象庁による協力のもとで 位置情報を反映した大雨危険度通知機能を有する。視認性に配慮されたフォントや配色、独自画像を用いていることも特徴の一つであるが、これは石森自身が色覚異常の当事者であることも理由であるという。また、データ通信にクラウドシステムを活用することにより、本当に必要な時にアクセス型で、 システムがダウンしないように配慮されているという。すでに防災アプリとしては NHK やヤフーなどの大手企業が参画しており、本アプリとしては後発であったが、iOS 版のダウンロードはリリースから3ヶ月で40万回以上を記録している。2020年9月1日よりサポーターズクラブを開始。サポーターズクラブには E プランと E プランの2種類が用意されている。 E プランは月額250円、EE プランでは月額450円となっており、E プランでは地点登録数の増加、デジタル会員証、REE アクセスの特典があるほか、EE プランでは会員限定コンテンツの閲覧も可能になる。東日本大震災の時期にエヴァンゲリオンシリーズの著作権を侵害しているという声を受け、 特務機関ラーブの名称及びロゴマークについて、エヴァンゲリオンシリーズの著作権を管理する株式会社グラウンドワークスから公認、非公式という形で許諾を得ている。ありがとうございます。